質問は子供に帰ってきてと言えないと。帰ってきてっていうのはちょこちょこ帰ってくるっていう意味ではないし、もちろんちょこちょこ。ずっと暮らしてってことですよね。そうそうです、そう。でも今の仕事は気に入っているみたいで、職場が2つ目なんですね。一回大きな病院に勤めたらちょっとまあ辞めちゃったんですね。で今ちょっと小さい外来しかない病院に行って、そこで3、4年経ったのかな。で、なんか言えなくてですね。うん。なんで言えないですか。そこが大事。なんで言えない。なんで言えないか。なんで言えない。仕事を辞めてっていう話絶対なるから、通えないのね、とてもとても。同じ滋賀県なんですけど、やっぱりちょっと通えないから、ね、ここポイントね、いいですか。子供に帰ってきてって言ってるけど、ね、仕事を辞めてとは言ってないんです。わかります。いや、言えないもん、そんなとってなんて。いやいや、仕事を辞めてとは言ってないじゃないですか。わかります。子供に帰ってきてって言えないね。それは帰ってきてって言うと仕事を辞めるか辞めないかという話になるってことなんですよ。そうです、そうね。でね、仕事を辞めてまで帰ってきてっていうふうに言うのは、うん、やっぱりすごく悪いと思うわけですよ。そうですね、悪いと思う。でもここでポイントなのはね、うん、子供に帰ってきてっていうふうに言うことと、うん、仕事を辞めるか辞めないかっていうことは、うん、ね、別の話なんです。わかりますかね。なんで一緒だと思うの。いいですか。子供に帰ってく前にちょっと説明しましょうか。子供に帰ってきてっていうふうにね、伝えるのはですよ、伝えるのはそれは溝上さんの思いなんです。そう、仕事を辞めるか辞めないかっていうことは子供の思い、うん、子供の問題なんです、うん、子供に帰ってきてっていうふうに言った上でね、うん、でも仕事を辞めたくないから帰れないんだよと、うん、ね、こういうふうに言われたらそれはもう仕方がないことなんです。わ、うん、かります。この仕事を辞めて帰ってきなさいって言って言うんだったらそれはまずいわけ、仏教的に、うん、仕事を辞めなさいと、うん、帰ってきなさいと、うん、これは言えない、うん、ね、なぜかっていうと仕事を続けたいと思ってるのはこの人の、ね、子供さんの気持ちだから、その子供さんの気持ちを踏みにじってね、帰ってもらうことはできない。だけど子供に帰ってきてほしいって思ってるのは溝上さんの思いなんですよ、ね、それは思い。仕事を辞めてってね、やめてまで帰ってもらうとなると悪いと思ってるのも溝上さんの思いなわけです、ね、でもこれは具体的に仕事を辞めてねと言ってるわけじゃないんです。ここがポイントなんです。つまり私の思いとそれが実現できるかどうかは違うってことなんです。実現したいと思う。これはね、実現したいと思うけど、でも実現できるかどうかっていうことは、それは私の思いとね、子供さんの思いが一致しないとね、叶わないわけです。今ここで大事なのは、ね、子供さんが帰ってくることじゃないわけ。
子供に帰ってきてほしいという気持ちをね、子供さんに伝えるかどうかの話なんです。どんな風に言ったらいいんですか。どんな風に、いや仕事を辞めてまでって思うとすごく悪いけど、悪いと思うからね、なかなか言えなかったけど、やっぱ正直一人でいると寂しいから帰ってきてほしいし一緒にいてほしいっていうふうに伝えるんです。つまり仕事を辞めてもらうっていうことはすごく悪いことだと思ってるっていうのが大事なんです。だから今まで言えなかった、でも悪いことと知りながらっていうのが大事なんですよ。悪いことと知りながら、でも寂しいから帰ってきてほしいんだっていうことは、これは溝上さんの思いだからね、それを受けて子供さんがどう感じるかは子供さんのに任せないといけないわけ、ね、それを自分はそう思ってるから無理やりぐーっと引き寄せることはそれはできない、それはまずい、その仏教的にね、自分はそう思ってるからそれをぐーっと叶えようとする、叶えないといけないんだって言って叶えちゃうっていうのはまずい。だけど今問題なのはそう思いながらそれを伝えてもいないっていうことなんです。しっかりとは伝えてないですね。そうだから子供さんとしてはね、お母さんは一人の方が楽しいかもしれないとか思ってるかもしれないわけです。それから一人でも十分耐えられると思ってると。でもその気持ちを伝えたならば、子供さんの中にね、お母さんは寂しいんだなっていうことがずっと残るんです、ね、残るっていうことはやっぱりね、まあお母さんの気持ちを踏みにじってまで仕事を続けるべきかどうかっていうことをいつも考えずには折れなくなるということなんです。もちろんそれくらいね、もうこの仕事じゃないといけないってなるならば、お母さんごめん、やっぱりこの仕事しかないからってなるけど、そこまでじゃないと、ただ楽しいだけだったらね、いやでも仕事辞めて戻っても仕事があるならね、別にこの病院じゃなくてもいいかもしれない。なんかね、ちょっと気になることがあって、その病院とか看護師の仕事以外に、そのなんかその病院がね、共産党系列なんです。はい、で共産党員になっちゃったんです。はい、その共産党の初めてお話しすると思うんですけど、そういう活動とかが楽しいみたいで、なんとなく共産党ってあまり良いイメージがないじゃないですか。知らないけど、はい、知らないけどなんとなく過激な感じ。はい、で私も知らないから何も言えないけど、なんかそれもちょっと気になって、その活動の方にどんどんこうのめり込むみたいな感じはするから、はい、でもちょっと気にはなる。まあでもそれは子供さんの人生ですからね、どんな思想に染まって何をするかっていうことは、まあ、子供さんの自由ですからね、強制はできない。でもね、いやちょっと嫌だなって思ってることは伝えてもいいと思う。いや、でそのやってることはね、聞いてるとそんなに別におかしなことはやってないと思うんですけど、ただそのなんかね、その前とだいぶ変わってきて、そのテレビとかを見てると政治家の批判とかをすごくするんです。で私は全く興味がないので、はい、そのテレビで見る政治家の人に何の興味もないんです。私、はい、と関係ないからね、なんでそんなこと言うのかなっていう言動がすごく多いから、まあそれもしそうだから否定とか批判しないでただ聞いてるだけですけど、なんか変わったなって思う。はい、まあ、一層それは共産党もその病院も辞めて帰ってきてくれたらいいなとは思うけど、うん、それはまあ共産党に関してはなかなかね、宗教ですから。共産党も宗教なんですか。宗教っていうのはいわゆる絶対的に正しいところに立って悪を非難するっていうのを宗教って言うんです、仏教では。いわゆる 100% 正しいところに立ってね、悪を非難する、悪を徹底的に非難するっていう、
そういう思想を宗教って言うんです。だから宗教を否定されると、否定っていうのはやめた方がいいよって言われるとね、思いっきりその自己否定になっちゃうんですよ。まあ言わないですけどね、やめた方がいいとか、はい、メッセージ家の批判もわからないからふーんとしか言わなくて、私は言わないことにしてるし、もちろんわからないから、うん、そうですか。でも今は共産党は置いといて置いといて子供に帰ってきてほしいと、もうここですよ。もう正直に伝えるんです。本当寂しいんやと、あ、はい、寂しいんやと、帰ってきてほしいと。でもね、仕事を辞めてまでってなるとね、すごく悪いと思うと、うんね、悪いと思うんだけどっていうのつけて、なんかでもそんなこと言うても見に決まってるやんって言われるだけのような気もしますね。それ言われてまた傷ついちゃうからね。いや無理に決まってるやんっていうふうに言われたらね、それは傷つくけどね、その、あ、無理なんだ、でもことあるごとにね、いや帰ってきてほしいんや、寂しいんや、もうね、もう気持ちを伝える、もう結局ね、その自分の感情に対してね、味方になってあげるの、理性が。自分は寂しいと思ってるのは、その寂しいっていう気持ちを、そう思ってるのは伝えてあげようって思うことが大事なんです。その上で叶えられるか叶えられないかっていうのは都合があるからね、いろんな人も、うん、じゃあその正直に伝えられて、その叶わなかったとしても、うん、それが正直に伝えられたら、ちょっと今の辛さは軽く分かる。そう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 、言えないっていうね、辛さは消えます。まああとは寂しいっていう気持ちに耐えていくだけなんだなっていう、我慢するだけなんだな、はい、もうね、なんとも、あの、私もこの前、まあね、ずっとお話聞いてきて、またこうだいぶ、あ、こういうことなのかなって分かったりっていうことがあると、あ、よかったなって思うんだけど、それでもやっぱり寂しい思いは何も変わらないし、うん、そうです。じゃあとりあえず正直に伝えろってこと。そう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 、でその上で仕事を辞めるか辞めないか、そこで大事なのはね、辞めてとは言えないって伝えることが大事なんです、うん、そしたらね、そんな辞めるわけないでしょって言わないんです。なぜかって悪いと思ってるから。え、どっちが？その水上さんがそういうふうにやめてっていうね、やめてまで来てもらうっていうのはね、本当に悪いと思ってるって、悪いっていう言葉をちゃんとつければね、だってやめれないでしょなんて言えないじゃん。悪いと思ってんの。うん、悪いと思っていても言わずに折れないから言ってるっていうことだから。ね、いや本当お母さんごめんね、でも仕事は続けたいのぐらいになるわけ。だって悪いと思ってる、うん、この悪いっていうのはすごい大事なんですよ。特にね、宗教を信じてる人にとってはね、その悪いと分かってるけど何かするっていう、これがね、その宗教って本当にその自分が正しい、相手は間違ってることを分からせたいっていうのがすごく強いわけ、うん、それを間違ってるって分かってますってなると、これ以上間違いを伝えることができないお前間違ってるよ、はい間違ってます、これなんかこれですから、もうこれ以上お前間違ってるとは言えないわけ。間違ってるって分かってんだ、でも寂しいから伝えるんだっていうね、そういうふうに言ったことがないから、じゃあ連休があるので、なんかこう、ね、言えたらいいなって、うん、あんまり自信もない。なんでなんでしょうね、その寂しい感情ってのはもう嫌っ動きと、そう簡単にはそのね、てます、あ、大丈夫です、今動きました。その悪いことはしちゃいけないっていう気持ちが非常に強いんです、水上さんの中に。まだ
うん、悪いことはしちゃいけない。でも仏教はね、悪くてもいいんです。悪くても悪くてもいいっていうのは、悪くても正しいっていう意味じゃないんですよ。悪いと分かった上で、でもしたいことはやったらいいんです。じゃあまあ伝えるよ。はい。でまだちょっと早いんで、もう一つ聞いてもよろしいでしょうか。はい、ちょっと一回聞きます。はい、あ、いい、あ、聞きます。